えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます。えー、今日ですね、新、新商品じゃないですね。新入荷のご紹介です。えー、なんかあるとね、なんだかんだ言いながら便利なんじゃないかしらというようなものが、えー、いくつか来ましたのでご紹介をさせていただきます。で、まずこちらがですね、マジックワンのマジックレバー、その名の通りですね。ね、えー、これね、ペンチみたいになってますけど、これは何ですかっていうと、これわかりますかねあの、 いわゆるミッシングリンクっていうね、あの、チェーンをつなぐ、あの、リンクが最近いろんなとこから出てますけども、それをこう、外すときに使う、まあ、プライヤーみたいなものですね。で、大事なのは、これ、ここにヒンジがないですよね。で、これ、あの、一応組み合わせてこういうふうになるんですけども、単体ではですね、タイヤレバーです。ここの部分ですね。ここの部分で、こう、ヘラみたいになってますので、タイヤレバーとして使って、なおかつミッシングリンク外しとしても使えますよ、という白物です。 で最近はもうあのリンク付きの車両がうちのね、扱いの自転車なんかでもだん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 増えてきてますし、ブロンプトンなんか持ってる人はね、あのー、これあるとすっごい掃除も楽だと思いますので、えー、何かと便利なんだろうなと思いますし、えー、ツーリングの時なんかのタイヤレバーとしても使えますよというなかなか一石二鳥なやつです。 で次、でこれ、キャットアイから出てます。これですね。ベルですで。このいわゆるフレックスタイトって言われるね、あの、いわゆる縛り付けるパイプの径に左右されにくい、いろんなところにつけられますよというベルですね。あの、写真の方でも出てますけども、ロードのね、スペーサーとか、31.8パイのすごいあの太いハンドルでもつけられますよというものになってます。 で、これなんでうちに来たかというと、例えばこれ折りたたみの車両ですよね。あのー、最近はそのハンドルの上にメーターつける、ね、スマートフォンホルダーつける、ライトつけるとかで結構忙しかったりするので、あのー、いわゆる直立のステムの部分ですよね、にをつけたりとか、えー、例えばこれストライダーなんかだと、この辺とかですね、えっていうようなところにもいろいろつけられるようになりますよと。 いう風になっているところがおもれえなと思って、うちの方で来てみてます。えー、まあ、ベルね、あの、安全装備ですから、あのー、いるぜというような人いっぱいいらっしゃると思うんで、あのー <coughs>、ハンドルにつけるのだけがノーじゃないんじゃないっていう風にも考えられる人は、すごい面白いんじゃないかなという風に思います。で最後に、これはもう定番ですね。キャットアイのライトの土台ですね。でこれも、あのー、いろんな、径が太い。 あの34ですから多分34パイぐらいまで結構太いパイプまでつけられるようにはなってますので、これもアイディア次第で、あ、こんなとこに付くじゃんとか。まあ要は自転車だけじゃなく、あのー、ご自宅のね、どっかにつけといて、非常用のライトを、あのね、自転車用のライトを非常用として使いますとか、ね、キャンプ用のね、あのポールとか、それにつけてやりますとか。 いろんなことを考えられるようになってくると思いますので、これはなかなかお勧めできるんじゃないかなというふうに思います。あの、その人のね、えー、アイディア次第でいろんなところに使えますよというもの、結構自転車用品ではあるなというふうに、しみじみ思いながらのご紹介でございました。